お疲れ様です。本日は9月に発売するかもしれないアドベントカレンダーのご紹介です。毎年9月に発売していて、発売価格っていうのが毎年4400円になってます。去年のカレンダーに関しては魅力がなさすぎたっていうのもあって、この前 Amazon で見ましたが、普通に発売価格4400円ぐらいで販売されていて、プレネになっていませんでした。そして本題の今年のカレンダーです。8月から全般的にレゴが値上げしていて、おそらくこちらのカレンダーも 5% から 10%。まあ値上げされてると思うので、おそらく発売価格は5000円ぐらい。最近のネットの価格を見ると、Amazon さんに関しては全然期待できる価格ではないっていうことなので、まあおそらく発売価格は本当に5000円から5000円超えてくる可能性はあります。パッケージをラインになります。まあ見た目というかデザインはいいですよね。そして問題のミニフィグのラインナップになります。ちなみになんですけど、LEGO ブラックパンサーっていうのが正式な発売がまだ決定はしないんですよね。で、こちらもリーク情報ではあるんですけど、待っても待っても正式情報がないっていう可能性があるかもしれないっていうことなので、今回リーク情報になります。まず一つ目のミニフィグが星のトルーパーですね。まあ魅力がない。続いてダースベイダーですね。ダースベイダーに関してはデザインしっかり変えてきてくれてるので、まあこれは非常にありがたいし嬉しいですよね。続いて R2、 こちらに関してもデザインしっかりと変えてきてるんですよね。まあこれもかなり好感度が高いのかなと思います。バトルドロイドに関してはちょっと数に入れないでほしいですね。続いてフェーズ2のコマンダーになります。こちらどうなんでしょうか。持ってる方多いって言えば多いですし、今年1月に発売されたクローンパック買い損ねた方からすると、まあ嬉しいのかもしれませんが、まあ使い回しですよね。そんな高価なミニフィグでもありませんし。コスのルーク、まあこちらも使い回しっていうことなので、まあ持ってる方からするとちょっとふざけんなよっていう感じですよね。ちなみに未だにこのロボットの名前が覚えれません。3CPO、T3PO、何なのかよくわかりませんけども、デザインしっかりと描いてきてくれてるのは嬉しいんですけど、まずキャラクター自体にちょっと魅力がないのかなというところです。皆さんもビークルの名前ちょっと一緒に考えてみてください。こちらエピソード6のこの足の長いビークルですよね。 ATST で合ってましたかね。はい、続いてスカイホッパー、ルークのおもちゃですね。ドラマオビアンケノービーでは何回か出てきました。ガンシップ、ハボックマローダー、これなんていう名前ですかね。 B ウィングかトライワイライトか、ちょっと名前わかんないですね。まあただの造形セットですね。これタイストライカーですかね。はい、こちらは何かの造形セットかなと思います。なんかこれ何かわからないんですけど、エピソード5で似たようなものを見たことあるようなないような。こちらに関してもただの造形セット。ルークのランドスピーダー、スノースピーダー、こちらエピソード1に出てきたような、出てきてないような、ちょっと名前正式名称わかりません。これはちょっと何かわからないですね。 A ウィングなのかクルーザーなのか。こちらがクリスマス仕様のタスケンレイダーが乗っているバンサーですかね。けどバンサーには見えないですね。ちょっとバカ丸出しですごい恥ずかしいんですけど、これもただの造形セットですね。こちらもエピソード5で出てきそうな造形セット。今回リーク情報ではあったんですけど、まもなく正式にリリースされると思います。あなたは今回のこのカレンダーについてどう思いましたか？番外編としてマーベルのアドベントカレンダー、こちらに関してはね、ちょっと魅力が全くないっていう感じですかね。ドラックスに関しては映画とデザインが違うっていうのと、なんかクリスマスっぽいデザインなんですよね。ネビュラに関してもまあ同じクリスマスっぽいデザインで、そしてマンティス、スターロード、ロケットに関しては過去に発売されたミニフィグと比較すると全く同じかどうかってのは分かりませんが、階段層ほどの違いがありません。グルードもそうですね。そしてガモーラもないっていうことなので、今年のマーベルのアドベントカレンダー、まあちょっと何とも言えないというか、まあ買わないかなっていう感じです。ご視聴いただきありがとうございます。